第12位佐藤京子さんの質問を許します。佐藤京子さん、はい。それでは2件通告しておりましたら、まず1件目質問させていただきます。小学校の反転授業と中学校のディベートについてお伺いいたします。教育については教える側も勉強する側も終わりがなく、一生勉強という思いでいる方々も多いと考えます。最近反転授業という教育スタイルを耳にします。この公開授業が県内の富谷町で行われました。さらに最近ではあちこちの学校教室でパソコンの授業からタブレットの授業へと移行が始まっています。勉強の面白さとは分かって初めて興味を持つものではないでしょうか。本市の小学校で新しい取り組みの実践を通して子どもたちの学力向上に発想の転換をしてはいかがでしょうか。また中学校については過去に一般質問をしておりますが、今回改めて質問させていただきます。自分と違う考えを受け入れ、相手の考え方をも尊重できる機会としてディベートがあるのは教育長もご存知でしょう。過去には中学校内で実践したという答弁をいただきましたが、しかしディベート甲子園をご存知でしたら、そこで満足している場合ではないでしょう。中学校対抗などしてはいかがでしょうか。最近の傾向として例えば事件性につながっていることが発覚したラインの件、あるいは原発と自然エネルギーのことなど、教育機関を卒業して社会に出るといろいろなことに遭遇します。主に悩むのは人間関係であることから、自分だけが正しいと思い込まずに相手の考えを一旦受け入れることを学ぶのがディベートであると思いますが、教育長の考えを伺います。はい、教育長。では通告第12位佐藤京子議員の1件目について答弁させていただきます。まず小学校における反転授業についてでございますが、この反転授業あるいはタブレット端末を活用した授業を通して学力向上を図るというご提案でございますが、このような反転授業が富山町やあるいは佐賀県武雄市で実践されているということについては承知しております。議員ご提言のようにタブレット端末は情報化社会で生活する児童にとっては興味関心の高い学習機器であります。タブレット端末の活用および反転授業に関しては各学校でも注目していることと思いますので、学校および児童の実態を踏まえながら導入について今後検討させていただきたいと思います。なおタブレット端末の活用につきましては、環境設定や維持管理あるいは活用する教員の研修の充実等の課題があると思います。各学校における校内研修等の一層の充実を図りながら、分かる授業作りのための授業改善を推し進め、学力の向上につなげたいというふうに考えております。続きまして中学校のディベートについてでございますが、議員ご指摘の通り身近な問題についてそれぞれの立場、肯定否定という立場から生徒自らが調べた根拠をもとに自分の考えを自分の言葉で表現すること、そして相手の考えを正しく受け止めて自らの考えをさらに深めていくという活動の中で、新しい自分の気づきあるいは本人の成長につながるものであると認識しております。現在中学校2年では発表話し合いの方法としてディベートのほか、発表用紙の掲示物に基づいて説明や意見交換を行う
ポスターセッションと呼ばれるもの、あるいはグループ討議より全員からの意見を引き出す方法としてのバズセッションと呼ばれる方法なども取り上げながら、互いの意見を尊重し、より良い考えを導く学習を行っております。これらの話し合いによる学びは、議員のお考えの通り、社会生活、集団生活に必要なものであり、中学校に限らず、小学校から自分の考えを持ち、相手の考えを聞きながら、その違いに気づき、それぞれの良さを認めていこうとする狙いを持った学習内容が配当されております。ディベート甲子園、私もインターネットで改めて拝見しましたが、大変なもので、あれを見た子どもたち、見せればですね、大変良い刺激になるというふうには考えます。これを含めまして、さまざまな手法を学ぶ中で、本市の生徒の話し合いの力を高め、それが学力向上に結びついていくということが望ましいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。反転授業も、それからディベートについても、素晴らしい答弁をいただきました。この素晴らしい答弁というのは、私この10年間ずっと聞いております。なぜかと言いますと、教育長が変わるたびに私ディベートの質問をしております。木村教育長、遠藤教育長、そのたびに、授業の一環でやっている、校内でやっている、石巻のディベートに参加したいと思う、実際参加はされておりませんでした。その中で、また、この素晴らしい答弁をいただいて、じゃあいつやるのという私には疑問があるわけなんです。じゃあ、教育委員会は小学校中学校にこの10年間ディベートの何を教えてきたんだろうな、これからまた取り組むのであれば、今後検討していくというのであれば、また10年ぐらいかかるんだろう。その頃私ここにいないと思いますけど、そういう時にですね、ディベートの、小学校の部の、題材を調べました。ドラえもんとアンパンマン、ドラえもんとアンパンマンを小学校の高学年がディベートする、中学校が和食と洋食、これどう考えます？和食と洋食、それについては、中では、中華料理の名前があったり、創作料理の名前があったり、ディベートというものではないと思うんですよ。教育長の考える、ご自身の考えるディベートというものをお答えいただきたいと思います。はい、教育長。私もディベートについては以前から関心を持っていました。で、具体に小学校でやっている例として非常に素晴らしいと思ったのは、社会科の授業の中で、子どもたちがですね、ちょっと具体のテーマを忘れましたが、その資料をお互いに用意しまして、そして必要なところにこう付箋が貼ったんですね、本の。でそれをお互いにこう見せながら、こういうことがあるので私はこう思いますっていうものをお互いにこう討論するものを見ました。で、ディベートというのは要するに肯定側否定側に立ってという、議論をするものですから、そのある時は肯定側に立ち、ある時は否定側に立つというのはもう決められるんですよね。自分が肯定か否定かは問題じゃなくて、それ与えられるんですよね。その前提のもとにいろいろ資料を準備して根拠を持って討論するというものでございますので、その中で子どもの能力が非常に鍛えられるものというふうに認識をしてございます。佐藤京子さん。その考え方はですね、自分がどっちになってもいいように深く掘り下げて、それだから素晴らしいんだと、
だからこうなんだと自分の意見をはっきり言うことがディベートですので、どっちになるかわからないのは会場に行ってから初めて、あ、自分はこの立場で議論するんだということになるわけなんですが、今回 の、 その私のこの質問の、趣旨でも、そうなんですが、例えばその題材の決め方というのがですね、前にこれは平成18年に私が質問したものなんですが、レジ袋の税金、レジ袋税を導入すべきかどうか、税か非かですね、それから救急車の利用を有料化すべきであるか、税か非か、地方自治体は中学生以上による住民投票制度を導入すべきである、税か非かというような程度の高いものです。で今回質問するにあたって調べてみて、ドラえもんとアンパンマンにもびっくりしましたけど、和食と洋食というそういうもののテーマの捉え方なんですね。だからそこでびっくりしたわけなんですが、例えば東松島でディベートをやろうとしたときに、教育長は、この時は題材はどこから持ってきて、それともどこで決めてっていう、なんか方策あるんでしょうか。はい、教育長。その、東松島でディベートをやる場合という場合前提のことですが、ちょっとそのご質問の趣旨は私十分に今理解できないというんですが、仮にその東島で中学生対象にディベートを何かやろうということであれば、それはきちっとした組織を作ってですね、そのテーマを設定する、仕組みを作った上でやらないと、内容的には満足のいくものにはならないというふうに思います。佐藤京子さん。ですから私が初めて質問した時からここに来るまで10年かかってるっていうのはそういうことなんですね。もうこの場で終わってしまっていると思うんですよ、今まで。それをですね、じゃあどのように決めるかと、例えば、米作りという、テーマがありました。でそれを無農薬にするか減農薬にするかという、中学生がこういうテーマでやっております。まあ、もちろんその、テーマをどのように決めたのか、その学校に聞いてみないと分かりませんが、今後検討します、まあ何でもそうですけど、議場で私たち今後検討しますという答弁いただきます。そうするとその検討がいつになるのか、その後の情報というのは私たちに入りませんよね。入りません。もちろんじゃあ私たちも聞きに行けばいいわけですが、検討中ですっていうことになると、今ここまでですっていうことになると、じゃあ検討されてないと一緒ですよね。それでさっき の、 お話、和食洋食に戻りますけれども、和食洋食の場合はそのようにお母さんが作るカレーを洋食としていたというようなことなんですね。子どもたちの頭の中にはレストランに行った時、どれが和食でどれが洋食でっていうのもわからない、そういう子どもたちにそういうテーマを与えるならば、身近なもので話しやすいもの、勉強しやすいもの、掘り下げやすいもの、そういうものをテーマに選ぶべきではないかなと私は思うわけなんです。それで、小学校中学校で今教育長が子どもたちが一番関心があって、これは議論がかなり出されるだろうというテーマは何かございますか。はい、教育長。それは小学校中学校で授業であるということの前提でというご質問だというふうに理解をしてよろしければですね、例えば中学生の場合に、まあ、先ほどのタブレットの話出ましたので、そういう機器を使った勉強がよろしいのか、やはり紙と鉛筆がいいのかというようなことはテーマになろうというふうに思います。まあ、今急だったので今思いついたらそのようにです。佐藤京子さん。議場では急なことはよくあることです。それでタブレットは反転授業の方で私文章として出させていただきました。ディベートのテーマというのを市内の中学校でやられるんであれば、
市の教育委員会が決める権利があるのかどうか、そういうことも私は分かりませんけれども、そのテーマの決め方も今の子どもたちの生活に即してないととんでもない幼稚なものになると思うんです。この辺は検討していただきたいと思います。それから反転授業についてなんですが、子どもたちのアンケートを取りましたら、やっぱりパソコン、タブレットが楽しいことをやりながら勉強するので勉強が進んだという答えが返ってきております。これはグラフにもなっておりまして、教育庁はこれをお持ちですか？そうですか。じゃあ後で差し上げますが、富谷の、これは例です。その他に先ほどお話しいたしました、授業が楽しいかどうかっていうのが、実証した、学校の生徒3年生6年生でコンピューターを使ったら楽しいっていうのがもう1位になっております。このように今の子どもたちは私たちと違って、私たちってもう随分40年前の話ですけども、私たちと違ってゲーム感覚で授業を覚えていくっていうのがとても自分の身に入っていく、そういう子どもたちなんですね。それで先ほど菅原議員の時に教育長おっしゃいました、先生方に、研修を受けていただいて、そして、もちろん先生方の成長っていうのもあるでしょう。でそういう時にこのタブレットを使った反転授業っていうのがもちろんお金かかります、予算措置があります、先生方の研修があります。タブレットを使って、いない先生もいらっしゃるだろうし、スマホも、まだは使ってない先生もいらっしゃると思います。そういうこの段階を踏んでいかなきゃいけないわけなんですが、今東松島の、子どもたちの小学校ですの学力っていうのは県下何番目くらいになってるんですか？はい、教育長、すみません、順番をつけたことはないので何番目かというのは分かりません。佐藤京子さん。国の方で、学力調査をして、何県何県何県って順位つけますよね。つけますね。それでどこどこの何県の、小学6年生あるいは中学何年生の学力が落ちてきたとか、それから、全体的に日本を全体的に見たときに、理科系が、理数系が落ちているとかいうような回答出ますよね。それでこの反転授業のいいところっていうのを先生方がよく理解していただきたいのは、今までは先生から受け取るだけの授業で、それをうちに帰って復習するっていうものが、初めにうちで予習してきなさいよ、そして授業の時にはみんなでそれを発表しましょう、それから議論をしましょうで自分の身になっていくっていうのが反転授業なんですが、こういうことをやることで学力の向上が目覚ましいものがあったという、その実践した学校ではそのようになっております。ですから教育長は今回反転授業初めて調べられました？教育長、おっしゃる通りです。佐藤京子さん。はい、であればもう少し、別に私の質問だから掘り下げて調べてきてくださいということではありませんが、初めてその反転授業という、授業のやり方を、今回調べたんだったら、そしたらもう少し、じゃあこれをどんなふうにしたらいいのか、それともモデル校かなんかやったらいいのかとか、いろいろな考えは浮かびませんでした？教育長。反転授業につきまして、おかげさまで調べさせていただいて、でおっしゃる通りタブレット端末を使ってですね、子どもたちがその家庭で、動画のようなものでの提案とか、いろんな方法があると思いますが、子どもが興味関心持つようなものをうちで見てきて、そしてそれに基づいて授業を受けるというのは大変面白い発想だなと思いました。ただこれを導入するにあたっては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、環境設定、維持管理、
そして教員の研修ですね、このタブレット端末を使ってそういう興味関心を持つようなものが家庭に持ち帰ることができて初めてこれは成立したものでございますので、普通に宿題やってこいっていうのは今まで通り変わりないので、よほど興味関心を持つそのソフトを開発しない限りうまくいかないというふうに思います。ですから簡単にこれを、まあ、検討させていただきますというふうに先ほど申し上げましたのは、これで導入しますというふうに結論付けるのは難しい。ただいろいろ可能性はございますので検討はしたいというふうに思っております。ちょっと、でちょっと補足と学校教育課長させます。学校教育課長、はい、反転授業について、こちら私としてのいろいろ調べさせていただいたことについてお話をさせていただきます。先ほど委員さんの方でご提示された資料については、富谷町の東工業大小学校の佐藤先生の実践だと思います。おそらく算数科においての発展授業ということで、佐藤先生は動画等を事前に5分から7分程度を、まあ、宿題というか自宅で見てきなさいという形で実践をされて、それを授業で、やってきたもとにして、問題解決を中心とした授業をされているということとして理解しております。でただここで私の現場の先生方にとって共通している部分は、佐藤先生が言っていることはノート学習を中心にした取り組みにしたいと。でつまり、話し合いの中で子どもたち自身が共同学習というかその話し合いをすることでお互いの理解を深めていくということを中心にされていきたいということで、あくまでもタブレットはツールの一つであると、それを使うことで子どもたちの興味関心が高まるんですが、それを使いながら共同学習で子どもの力を高めたいという趣旨として、私の方では理解をさせていただいています。ですからこれが、一斉授業でできないのかというと、そうではなくて一斉授業の中でも話し合い活動をさせていただいたり、子どもたちのグループ活動の中での学習の進め方というのをやっております。それで、タブレットの導入に関してはいろんな局長の話で制約等がありますが、子どもたちの興味関心を高めるために、総務省と文科省が連携したフューチャースクール等での取り組みが全国的に始まっております。それからご案内のように、2020年度あるいは19年度をめどにタブレット端末を 全子どもたちに支給するというような方針が出ておりますので、先ほど教育長がお話した検討するということに関しては、それに向けての準備段階を進めていくということでご理解いただければと思います。佐藤京子さん、初めからそんな風に聞けばよかったかなと思っております。そうですねで確かにいろいろな、タブレットに関してはインフラ整備も必要ですし、予算もかかりますので、市長部局と相談しながらということにもなると思います。ですけれども、子どもたちの学力向上っていうことに関しましては、子どもたちは小学校まではまだいいとしても、中学校から競争社会に入るわけです。その前にきちんと基礎となるものを子どもたちに教えていかなきゃいけないので、そのことも考えて、教育委員会で考えていただければなと思っております。で、2件目に移ります。福祉避難所について対策は万全か伺います。先日出来上がったばかりの地域防災計画をいただき、その概要版に福祉避難所9箇所の情報が載っておりました。高齢者施設6箇所、障害者施設3箇所でありますが、指定された状況と備品機材等について伺います。施設によっては高齢者の住まいから遠くにある場合もありますが、他にも公共施設や社会福祉施設を指定している自治体もあります。今回の指定について締結はいつ頃されたのか、施設の物資・機材について補助が出るのかどうか、人材や移送手段について確保できるのかどうか、医療機関との連携や運営体制については
指定された施設とどのように協議や訓練を進めていくのか伺います。はい、議長。議長、はい。それでは佐藤恭子議員の2件目について、答弁させていただきます。東松島市では平成19年9月に市内の福祉施設と災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定を締結し、地震や津波、風水害などの災害が発生した場合に常時介護等は必要としないものの、身体の状況等により市の指定避難所で生活することが困難な高齢者や障害者などの災害時要配慮者を一時的に受け入れる福祉避難所として指定しております。福祉避難所は災害や被害の状況、福祉施設の人員体制等を踏まえて市と福祉施設が調整し、市において福祉避難所の開設の判断を行うこととしております。本市の福祉避難所で使用する物資や機材につきましては、特別養護老人ホーム等の各福祉施設においても常備されている物資や機材を活用してもらうほか、現在は日本赤十字社東松島支部の救護資材費を活用して福祉施設において整備を進めております。さらに市の防災備蓄品等の活用も図るほか、今後は市独自の補助事業の実施も検討してまいります。指定避難所から福祉避難所への移送手段につきましては、対象となる方のご家族や支援者または市が行うこととしておりますが、可能な範囲において福祉施設にも対象者の移送の協力を要請してまいります。医療機関との連携につきましては、平成21年3月に社団法人物部郡医師会及び東松島市医師団と東松島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定を締結し、市からの要請により指定避難所、福祉避難所の巡回を実施していただくことになっております。また避難所巡回において軽症患者に対する医療の実施を行うとともに、医療施設での医療を必要とする患者がある場合は広報医療施設、真壁病院、仙石病院に対し受け入れ等の要請を行う協力体制を整えております。最後に福祉避難所の運営については、福祉施設において人員体制の確保等を含めて行うこととしておりますが、今後とも防災訓練の方法等も含めて施設側と協議や調整をしてまいります。なお本市といたしましても、施設の対応だけでは必要な人員が確保されない場合も想定されることから、市内の介護保険事業所や障害者サービス事業所に対しても福祉避難所への介護員等の派遣の協力要請を進めてまいります。以上、答弁といたします。はい、9箇所の設備について、概要版の一番後ろに丸×でついてます。何があるかないかで、全部の施設で会員スロープが×になっております。それから車椅子の不備のところもあります。この辺については指導といいますか、指示といいますか、施設に対して市の方からはどのようにお話しされるんでしょう。はい、議長。議長、担当のから現場のことを答弁してください。はい、簡易スロープについてはですね、施設側、防災の、概要版の方には、実質的にないとは書いてありますけれども、施設側である程度簡易ロープ、スロープはですね、用意されているものと考えております。あとですね、車椅子の不備等も、本来ですと、
施設側でも車椅子は十分に持っているはずなので、それを活用していただければですね、十分になるかと思います。佐藤京子さん。なんか今の変じゃなかったですか？全て罰になってるけども用意されてるものと考える、車椅子もあるものと考えるっていうのは、それだったらこの概要板のところは罰じゃなく丸だったんじゃないでしょうかね。それともあまり深く調査しないで丸罰したとかですか？福祉課長。ですね、調査する時点で、施設側で自分の持っているものと福祉避難所として使用するものとの勘違い部分があって、福祉避難所と指定された場合に使えるものがあるかないかといった場合にはないといったか、この回答だと思います。よろしく。佐藤京子さん。はい。それから休暇証の受け入れ人数137人となっております。で、市の対象となる方々の、外出はもう、分かっているのか捉えているのか、またそのお一人お一人の現況の把握ができていて、どこの施設が適切だというところまでもう行っているのかどうかお尋ねします。福祉課長。ですね、締結した時点ではその広さに応じてですね、何人ぐらい収容できるかということで施設の方から、その人員に関して報告いただいておりました。今はですね、福祉避難所を開設する場合については、介護が必要な方につきましては介護保健施設の方での、介護をしていただく、それ以外の方につきましては救出ですね、そういった部分と、あとスタッフが対応できる部分で何人ぐらい収容可能かという部分を協議しながらですね、解説をしていくような格好に変わってきましたので、そういった感じの運用をさせていただきたいと考えております。佐藤京子さん。はじめにお世話になると思われる方の数を掴んでいないと、この施設9カ所で間に合うかどうかっていうのも分かりませんし、それから特殊な器具を使われる方もいらっしゃるので、その辺なんかももう掴んでいらっしゃるのかどうかお尋ねしたいんですけど。福祉課長。特殊な器具を使う方につきましては介護保険施設等へ直接お願いをするような格好になりますので、本当に介護が、緊急的に必要になった方について、福祉避難所の方でですね、対応の方をさせていただきたいなと考えています。それで要介護3以上の方については、介護が必要ということなので、その方につきましては、介護保険施設等に、の方でお世話になっていただいて、短期入所といった学校のですね、介護サービスの方の展開に移っていただくような格好で考えております。あと在宅酸素とか必要な方については、医療とかの関係になるかと思いますので、そちらの方は病院のことを連携しながら、福祉避難所のですね、運営等を行っていきたいと思います。佐藤京子さん。この福祉避難所の考え方の中に、例えば乳児、それから妊産婦っていうのもあったはずなんですが、その今回、そういう、人たちの分は数は、捉えられないので、今市の方で分かってる数っていうのはこの137より多いんですか、少ないんですか。福祉課長。福祉避難所の対象の方となる方については、一般の避難所の方でですね、対応ができなくなった場合に福祉避難所とかですね、介護保健施設と医療機関等へ、搬入するって格好になり、そこで、お世話するような格好になるかと思いますので、福
福祉避難所のあらかじめですね、何人までっていった部分については、災害の大きさによってですね、その対応する方々が変わってきますので、その、今締結をしているところ以外にもですね、集会施設等を使って、福祉避難所等の開設をしなければいけないっていう場合もありますので、そちらのについてそういった格好でやっていきたいと思っております。佐藤京子さん。ということは数は掴んでないということでよろしいですか。福祉課長。そうですね、施設の広さとかに応じる対応すべき収容人数についてはある程度捉えておりますけれども、実際の被災にあった方の数については捉えておりません。佐藤京子さん。今回の震災で、老人福祉施設、介護施設に、個室のところに2人入ってもらったり、それから廊下に、いてもらったりっていうことがあって、その施設の、許容人数以上に皆さんそういうところに避難されたわけなんですが、今回もその、例えば、弱者という災害弱者、あるいは福祉課ですから福祉課の方で掴んでいる人数ありますよね。要介護3ですか、要介護3以上の皆さんが、施設に入っていらっしゃる方は別として在宅で、いろいろヘルパーさんのお世話になっている方々とか、考えますと、そうするとその人数っていうのが、そういう施設にもうすでに満室の場合、じゃあそこに何人入れるかとかいうようなことになりますよね。そうすると市の方で数字掴んでないと、その時になって、普通の市民センターとか学校体育館とかに避難された方の中にはもうそこでは、お世話することができないって方もそっちの方に行っちゃうわけなので、数として市の方であらあらの数として掴んでないといけないんじゃないでしょうか。福祉課長。要介護認定者の数とかですね、障害者の数については、ある程度数は捉えられるんですけれども、実際避難所に来てですね、緊急的に具合が悪くなったとかそういった感じの方もおられるので、具体的な人数の方は正確には把握できないって感じになるかと思います。佐藤京子さん。そうするとこの9カ所で137人で対応できない時のことを考えると、どのような対処されるわけですか。福祉課長。その場合につきましては、休暇所の締結以外のですね、介護保健施設のデイサービスとか、あとは地区のですね、センターをお借りするとか、そういった部分で考えていきたいと考えております。佐藤京子さん。今回のこともですね、よくあちこちで想定外って言われますけども、こういうことがまたあるかないかというのは私たちの知らないところです。ですけれども最悪の場合のことを考えて備えておかないと、置いていかれる皆さんがいらっしゃるわけなんですよ。だからその時に、先ほど、介護員さんのお手伝いをいただきながらっていうことで、その方たちが被災しないとも限りませんので、日中なのか夜なのか、そういう時にじゃあそれだけの人が集められるかということもありますので、こういうことはきちんと計画しておかないといけないと思うんです。それで最悪の場合ということはもちろん誰でも考えたくないわけなんですが、このせっかく福祉避難所の計画がもう出たのに、その中身があんまり詰まってないっていうような感じを受けるんです。それで概要版じゃなく分厚い方の見てみたんですけども、こっちの方も詳しく書かれておりませんでした。
で、ここのところもう少しですね、やっぱり私たちは自分で逃げられるとか、まあ、自分の体一つで逃げられるっていう人ばかりじゃないわけですので、この辺の考え方、どのようにして福祉避難所っていうのを決めたから、だからその施設と締結いたしました。こういう機材も用意してあります。で、備蓄の方も防災の方から言ってます。で、結局最後は人間ですので、その辺の手当も、あ、市長ですね、市長にお伺いいたします。これどのように考えたらいいですか。はい、市長。市長。で、まず今議員の方から概要版の、まあ、最後の福祉避難所旧施設について、ご提言も含めての問題点が提起ありました。担当の方では今回東日本大震災の中で、要介護、要するに初めからこういった施設に、お願いしてざるを得ない方もあるわけです。そしてまた一般の避難所に一緒に行って何とか過ごせる方、そういった過ごしても時間を経つと福祉施設に入らなくてはいけない方、まあ、そういったことでなかなか確定数値は使いにくいとは思いますけれども、現時点でこの旧施設との災害協定の中でまず対応して、そして今東松島市内では D サービスとかだいぶ施設が民間開業しておりますので、開所しておりますので、そういった中でフォローしていくという考え方が現実的なのかなというふうに考えております。佐藤京子さん。いつもですね、弱者の方のことを考えて計画を立ててほしいなと思うんです。こういうことがそういう皆さんのお世話になるかもしれないという皆さんの安心につながるわけなんです。ですからそのことを考えて、この9箇所からもっと増えるっていうことは嬉しいことなんですが、その増えるって言った時もその人数もちろん増えていくわけですよね。まあ、ちょっとのことだとは言いながらも、例えばそれが3日なのか1週間なのか1ヶ月なのか、その辺は分かりませんけれども、やっぱり皆さんのために、私たちのように例えばですよ、車でどこまでも行って、それで水も食料も持ってこれるというような皆さんとは違って、介護を受けられる方、それから障害のある方にとっては本当に大変な災害っていうものとぶつかると大変な思いをするわけなんです。で、今回は亡くなった方も、障害を持たれている方で亡くなった方もパーセントは高いですし、その辺のことをよく考えて、これからも計画はきっちり作ってほしいと思います。終わります。終わってから、担当課と詰めていって、その最後の詰めっていうのがすごく大事なんですね。議場の中で、聞けなかった部分、それを詰めていく。それで資料もお渡しする、これからどうするかっていうのを詰めるのが、終わってからなんです。はい、震災からもう3年3ヶ月ぐらいもう少しで経ちますけれども、はい、多分情報が風化してきているところも多々あると思うんですね。それに関してはどう思われますか。そうですね、みんなが、自分たちが被災地のみんなが自分で発信しなきゃいけない部分だと思うんですよ。新聞とか、それからまあ週刊誌、雑誌、いろんなもので、 いろんな被災地の方のニュースは流れますけども、じゃあ自分は何してんのって言った時に、まあ、私は Facebook とブログで、皆さんに今ここまで来てます、今こんな風にベルトコンベアで南流弁の土が運ばれてますとかね、それからこういうところにこういうものができました、そういうのを発信してるんですね。それで今度それを読んだ皆さんが、ああ、じゃあやっとその元に戻ってきましたねとかいうようなことがあるわけなんですね。そういう、コメントを入れていただくだけで、あ、やっぱり風化するっていうのは自分たちが何とかしなければいけない問題、自分たちが黙っていたら風化してしまう、そういうことだと思うんですよ。じゃあ自分たちができることをしていかなきゃいけないのに、もしですよ、この議会の中で18人の中で何人が風化させないために何をしているかって、そういうことだと思うんです。はい、はい、いいえ。最後にでは一言お願いします。何を一言ですか。最後に東松島の皆さん、今見てご覧になっている皆さんに、これからこういうことに注目してほしいということが。注目してほしいですか。はい、いや、ただ議会の人間として粛々と、市長をサポートしながら、また反発しながら、復興に向けて頑張っていくだけです。
はい、ありがとうございます。いいえ、ありがとうございました。